おお、来てくれたか。ちいと頼みたいことがあって、そなたを探していたんじゃよ。実はな、なんと元の姿に戻る方法が判明したんじゃよ。我が国に伝わる古文書によると、強力な変化の呪いを解く聖なる泉がジャイラ密林という場所にあるらしい。その名もクルスの泉じゃ。そこに身を浸せばかかった呪いがたちまち払われるという。この姿のままだと国事を執り行うにも支障をきたすのでな、一刻も早く人間の姿を取り戻さねばならぬのじゃ。本来なら城の兵士とジャイラ密林へ行き、クドゥスの泉を探すところじゃが、わしのこの姿を知る者は限られておる。そこで事情を知り、腕も立つお主が護衛についてくれればよいだろうと、カボス大臣もオッケーしてくれたんじゃ。どうじゃ、レフェル荒野の北西にあるジャイラ密林のクドゥスの泉までわしの護衛を頼めんかの。おお、そう来なくっちゃじゃ。お主を見込んで頼んでみてよかったわい。そういうことで、わしはお主の後をこっそりじっとりつけていくぞよ。では早速出発じゃ。
力がみなぎるぜ。ここがカノクルスの泉じゃな。確かに神秘的な匂いがプンプンするぞい。さて、本当に呪いが解けるかどうか確かめねばならんの。わしにもしものことがあったらよろしく頼んだぞ。何も起こらんな。これはぬか喜びだったようじゃ。クズスの泉には何の効果も。なんじゃこれは。これは。やったぞい。元の姿に戻れたぞよ。どうじゃ前のヌメヌメした姿からは想像がつかないほどのイケメンじゃろ。もう本当に人だったんだ。あんまり変わんねえな。もしゃもしゃのまんまですね。うはー、わしはもう化け物じゃない。これでわしだけが戻ってしまった。国王であるわしだけが。わしが不甲斐ないせいで皆に苦しい思いをさせたというのに、ゴリウス兵士長に率いられた兵士たちと戦争に駆り出された魔物使いたち、彼らはどこに連れ去られたんじゃろうか。あの者たちもこの泉に連れてきて人間の姿に戻してやりたいの。なんとか探し出してやらねば。ご苦労じゃった。荒萩色へ戻ったら玉座のままで来てくれんか。礼がしたいんじゃ。Thank you.
Thank you.